容器包装に入れられて消費者に販売される一般用加工食品のアレルギーの表示については原材料名の表示の動画でも説明いたしましたがここではもう少し詳しく説明をさせていただきたいと思いますアレルギーというのは食べ物に含まれているタンパク質などを 体が良くないものとみなして、かゆみ、咳、吐き気、呼吸困難などの過敏な反応を起こすことで、最悪の場合は命に関わることもあります。このため、アレルギー症状を引き起こす原因物質であるアレルゲンが食品に含まれている場合、表示が必要となっています。 こちらは一般用加工食品の表示例です。この表示例では原材料名欄の中で赤字の部分がアレルギー表示になります。アレルギー表示の対象となる食品について説明いたします。左側の8品目蕎麦、小麦、カニ。 などについては、特定原材料といい、重篤度が高い、または症例数の多いものであり、必ずアレルギー表示が必要となっています。くるみについては、令和5年3月9日に、特定原材料に準ずるものから移行したものであり、経過措置期間は、令和7年3月31日までとなっております。 右側の20品目については、特定原材料に準ずるものと言い、症例数や重篤な症状を起こす人の数が継続して相当数見られますが、特定原材料に比べると少ないことなどから可能な限り表示すべきものとして表示を推奨しています。合わせて28品目を特定原材料等と言います。 アレルギー表示に関する注意点について説明します。まず、1点目は、原材料だけでなく、添加物に含まれる場合も表示は必要です。2点目は、キャリーオーバーや加工除剤であっても、アレルギーの表示は必要となります。添加物の動画で説明させていただいておりますが、キャリーオーバーとは、使用原材料中に含まれているが、 最終製品では効果がないもの。加工除剤とは、加工工程中で使用されるが、最終製品には残らないものであることなどから、添加物の表示が免除されているものですが、特定原材料が含まれる場合、アレルギー表示については省略ができませんので、ご注意ください。3点目は、食品を製造する際、原材料として使用していないにもかかわらず、 特定原材料等が意図せず混入する場合、欄外にその旨を表示することが望ましいですが、可能性表示、入っているかもしれませんという表示はできませんのでご注意ください。ただし、注意喚起表示というのは可能になります。例えば、本品製造工場では、〇〇、例えば小麦を含む製品を生産しています。 というようにアレルギー物質を含むものと含まないものを製造する場合においてこのような注意喚起表示は可能になっています続きましてアレルギーの表示方法ですがアレルギーの表示には2つ方法がありますまず1つ目が個別表示個別に表示する方法で これが原則になります。特定原材料等そのものの場合は、その名称を表示します。特定原材料等と同じであると理解できるもの、代替表記や拡大表記にあたる場合は、例えば小麦粉などの場合、その名称での表示も可能です。これについては後で説明をいたします。 それ以外のもので原材料に含まれるものについては原材料名の後ろに括弧コ〇を含むと表示することとなっています添加物に含まれるものについては添加物名の後ろに括弧コ〇由来と表示をすることとなっていますなお物質名を記載するよりも目的効果ごとの表示をした方が 分かりやすい添加物については一括名での表示例えば香料などが認められていますがこの一括名での表示の場合使用している添加物が複数ありそのうちの1添加物が特定原材料等由来であり使用割合が微量であれば「括るまる由来」ではなく「括るまるを含む」と 記述しても良いこととなっています個別表示によりがたい場合個別表示がなじまない場合等は一括で表示することも可能となっています例として表示可能面積が限られており一括で表示することで文字数を減らせる場合などがあります 一括表示は原材料や添加物を書いた一番最後に括弧書きで括弧一部に○○を含むという形で一括に書く方法です。この場合原材料名欄に「小麦粉」のように特定原材料等の表示があっても最後に全ての特定原材料等をまとめて表示する必要があります。 特定原材料等については、代替表記という特定原材料等と同一であるということが理解できる表記や、拡大表記という特定原材料等を用いた食品と理解できる表記方法があります。この場合、カッコ〇〇を含むという表示は不要になります。これは、 特定原材料8品目についての一覧になりますが、例えば、エビの場合、代替表記としては、エビを漢字、カタカナで書いても良いということになります。拡大表記としては、エビを用いた食品であると理解ができますので、エビ天ぷらという表示でも良いということになります。気をつけていただきたいのが、卵についてですが、 卵白、卵黄を使われる場合は、卵という文字は入っていますが、拡大表記の対象とはなりません。必ず、括弧・コ、卵を含むの表示が必要になります。卵白と卵黄は産業的感染分離が困難であり、自己防止の観点から、卵の卵白、卵黄については、拡大表記ができないということになっておりますので、 ご注意をお願いします最後に先ほど説明しましたがアレルギーの注意喚起の表示例を挙げています一番最後の欄外になりますが本品製造工場では落花生を含む製品を生産していますというように 欄外に書いていただくようにお願いいたします。